さあ、かすみさん、高崎も車たくさんあるんですけどね。はい。まあ、XB ハイブリッドもあり、はい、ここにはレヴォーグもあり、はい、なんですが、はい、あえて飛ばします。はい。今回はこちらです。こちらの車。ね、はい。ステラ、ご紹介していきたいなと思うんですけれども、これ、ポイントとするとですね、ボディカラーだと思うんですね。はい。これがスバルの WR ブルーですね。来ましたね。代名詞のボディカラーですね。はい。スバルの WR ブルーというボディカラーで、スーパーチャージャーのタイプですね。そうですね。エアインテークありますんで、はいはい、グレードはどんなグレードでしょう。スーパーチャージャー搭載のカスタム RS になります。はい、カスタム RS ということですね。はい。じゃあ今回このですね、ステラカスタム RS、気になる車でチョイスしたいと思いますね。はい。場所を移動しましてじっくりとご紹介していきます。さあ、それでは今回の気になる車ですね、ステラカスタム RS、 じっくりとご紹介していきますが、はい、まずは評価書をご覧いただきましょう。こちらの評価をいただいているお車です。はい。内装外装ともに3点満点のうち星2つ半で、はい、総合の評価点が 4.5 点になります。お、 4.5 点ですね。はい。これ高評価ですよね。かなりね、綺麗なお車ですね。そうですよね。はい。まあ、ボディカラーも WR ブルーということで、はい、ではじっくりと見ていきたいと思いますが、はい、まあ、のカスタム RS ということですんでね、はい、カスタム装備も、まあ、合わせ持っているということなんですけども、はい、まず外装ですが、特徴とするとどんな特徴が、はい、かすみさんありますかね。こちらの車、はい、14インチのアルミホイールに、はいはい、後ろの方ですね、こちらにはルーフのスポイラーも、はい、印象的なものが装備されていると思います。まずは14インチのアルミホイールということですよね。で、後ろがリアですけれども、これはですね、かなり大型のスポイラーなんですよね。はい。まあ、軽自動車にしてはかなり大きいんじゃないのかなという、ね、そうですね、スポイラーがありますけれども、まあ、車っていうのはやはりね、後ろから見られることが多いんで、はい、まあ、走りという面でも少しね、変わってくると思いますので、はい、こういったスポイラーがついているだけで印象がかなり変わってくると、はい、いうことですよね。これやっぱりカスタム系の車にとってはね、はい、重要な部分ですよね。そうですね。はい。で、実際のこう走りですけれども、はい、これスーパーチャージャーなんで、はい、この辺はどうですかね。はい。スーパーチャージャーを搭載しておりますから、低回転から力強いトルクを発揮します。はい、はい、上り坂でもストレスなくぐいぐいと加速してくれると思います。あの軽自動車ですとね、例えば結構急な上り坂ですとね、はい、うーんなーっていうのもありますけれども、まあ、スーパーチャージャー搭載なんで、この辺はこの車の一つ大きなメリットだと思いますよね。はい。まあ、WR ブルーで非常に全体がまとまった印象のお車なんですけども、ちょっと中もかすみさん見ていきたいというふうに思うんですけれども、はい、じゃあドアを開けますね。はい。まあ、おおよそ90度開きますんで、これもいいですね。乗りますが、まあ、高さ的にもスッと乗れるようなね、そういった高さを持っているという車ですよね。さあ、中に行きましたが、中の特徴とすると、勝美さん、どんなものがありますかね。まず乗り込んでいただいてすぐに気づくのが、はい、落ち着いたブラックのインテリアですね。はい、はい、そうですね。全体的にはブラックですけども、こうパーツパーツの一部分でですね、ちょっとシルバーを使っているんですね。はい、そうですね。はいはい。メーター周りにはシルバーの装飾がされておるパネルを使用されています。はいはい。そしてメーターなんですけども、はい、独立の三眼メーター専用装備ですね。はいはい、こちらが印象的になると思います。はいはい。こちらは本革巻きのハンドルになっております。はい。まあ、本革巻きですね、手にね、結構馴染んでくれるという ね、 そ う、 ですね。そういうメリットもあるんじゃないのかなと。滑りにくさというのもありますね。はい。そして足元ですが、はいはい、足元にも滑りづらいアルミのフットペダル、はい、こちらを採用させていただいております。はい、これのゴムパッドがですね、まあ、大小2つの形状でありますけれどもです、ね、まあ、見た目もそうなんですけどね、安全面というところでも非常にいいんじゃないのかなと思うんですよね。それから、まあ、軽自動車なんですけども、収納もかすみさん結構ありそうですね。はい、はい、メーターの上に、カバー付きの収納がありますね。はい、これですね。はい。これ運転席のところについてのは結構珍しいんじゃないのかなと思うんですけどね。はい、これがありますね。はい、で、各所にいろいろあるんですけれども、まあ、はい、例えばこういうところですね。はい、ここもそうですしね、まあ、こういうところもそうですね。今ちょっとスマートキー入れてますけども、この辺は非常にいいですね。で、これスマートキーって結構便利なんですよね。はい、スマートキーは、携帯していただければ、はい、
自分でリモコン操作をせずにドアロックの開閉が可能ですから、はい、お荷物で手が塞がっている時なんかも開け閉めが簡単に行えると思います。そうですね、はい、ですからこれポケットに入れていただければ何もこうね、はい、こう鍵を刺すこともなくですね、はい、エンジン始動も OK ですね、はい、さあ中の部分も紹介していきましたけれども、まあ、なんといってもダブル R ブルーのボディカラー、これが非常に印象的なんですけどね、ではこの車ですが詳細を教えてください。はい、平成22年式で走行距離はおよそ3万7000キロ、車検整備をして納めさせていただきたいと思います。はい、では今回の気になる車ですがズバリお値段をお願いします。はい、消費税込み92万8800円です。なお初費用リサイクル料金は別途申し受けます。10号車、今回の気になる車は22年式のステラカスタム RS CVT の1台です。お値段は92万8800円です。評価も高い1台ですからね、ぜひ早めのお問い合わせご来店をお願いいたします。